これは実際この LC の会社で撮影されたんですか？そうですね、全部すべて、そうなんですね、すべて LC の会社でやりました。その時にたくさんのグッズを見せていただいたみたいなんですけど、お気に入りのものとかありますか、平林監督？というよりも最初にバイブってこんなに動くんだと思いました、はい、こんなに可動範囲が広いんだですよね。こんなくねくねしてて、そうだね、すごいんだよね、すごいんですよね、あと映画の小口とかで使われてるみたいに、はい、この流しとかにこうやって置くとすごいこのまますごい動くの、これが結構衝撃的なやつ。そうなんですよ、こう持ってるとあなるほどなと思うんですけど、ここで生きてるみたいな感じが、それでこれ、そうこれですね、はい、角度がつけられると、そうそうそう、ちょっとした扇風機みたいな感じになりますもんね、これ。こんなに動くんだって知ってました？うん、知らないですよね。いやいや、ごめんなさい。でもさっき私も今まで今言われるまで自分で角度変えれるって知らなかったです。そう、角度が変わるやつと変わらないやつあるんですよね、変わるやつと。あ、そうだ、これで自分に合わせて。そうなんです。初めて知りました、うん、いやだからすごい奥深い、本当奥深いんです、奥深い、うんうん、あと映画の中で出てくるこのラブウサギ、はい、うん、これ皆さんさっきも言ったと思うんですけど、うん、これはいかがですか、神戸さん、これ見てみてびっくりしませんでした？えこれ男性につけるものですよ。そう、でもだからね、バイブって言ったらまずね、女性が使うものっていうイメージが、この男性と2人で使ってとってもこれ感動しました、うん、これの秘話とかが映画とかで見れて、うんうん、私先にちょっと見させていただいたんですけど、うんうん、なんか最初の時に聞いた時ってやっぱちょっと AV っぽくなるのかなって思ったんですよ、やっぱりどうしてもラブグッズを使っているから、うん、そういう感じの映画なのかなって思ったら全然違くて、はい、なんかもう夢を追いかける女の子を応援するというか、こういう目標を持てば叶うんだっていうこととか、うん、そういうのを見て本当熱くなって頑張ろうって思ったんですよ、映画見た時に。だからそういう風になんかラブグッズを通じてでもこうなんかちょっと夢を追いかけるっていうテーマとかもあるし、うんうん、すごい共感できる話ですよね。 でそこでやっぱこれがやっぱキーポイントになるラブウサギちゃんっていうので、うん、はい、これだって映画見た後私買おうって思いましたもん。私も買おうって思いました。で好きな人と一緒に使えたらすごいいいなって思って、うん、この映画の中でも題材になってるセクシャルヘルスケアについてはどうお考えですか、うん、鳥さん。セクシャルヘルスケア、はい、あすごいいいと思いました私、その、うんうん、なんでしょうね、そのやっぱり、2人の中にあるものというか、そうです、いろんなそのカタログっていうんですか、うんうん、グッズをいろいろまあ、こういったバイブ以外にも取り扱ってらっしゃって、はい、いろいろありましたよね。オイルだったりとか、もうオイルだったりとか、あとグロスとか、グロスとか、化粧品とかもあって、でそういったものが多分そのなかなかやっぱり存在が知られてなかったけど、やっぱり本当にその会社の方にお客様の声とか見せてもらったんですけど、はい、本当に年齢層が幅広くて若い方から70代のおばあ様までこういうのを必要としている人がいるっていうのを聞いた時に、あ、はい、そういうふうにやっぱりなかなかね、女性は表だって言えないことだけども、うん、70歳の女性が、まあ、そういったグッズを使って、うん、自分自身のなんかやっぱそういう中に必要としてるっていうのがすごくやっぱなんかすごい新鮮だし、あいいなって思ってのは印象的でしたね、うんはい、そう、エッチなものだけじゃなくて自分の健康のためとか、うん、愛を深めるためとか、うん、そういったこと全部に使えるってことがこの映画を通してもすごく分かると思うんですが、うん、そういうところはこうどういうふうに描こうって思いましたか？そうですね、まあ、こちらのもともと会社さんっていうのは、まあ、キスからキスも含めて全部、まあ、そのセックスにつながっているという、でそのセックスっていうことは本当に男女の共にの中にある大事なことという位置づけをしている会社で、それを本当に真面目に
取り組んでるっていうのを本当にまあだん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 こうお付き合いさせてもらって調べていくうちに、あ、これはもっと世の中の人に本当に普通に真面目に広げてってもらえれば、まあこういうね公の皆さんのいる前ではちょっと恥ずかしい話かもしれませんけど、これはだん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 友達同士とか彼氏同士っていうか彼氏と彼氏ととか、あと本当にじゃあ例えばネットの上でとか、もっと本当に気軽に本心で喋れる人とかだともっと自由になんか二人だけの秘密でいい話をもっとできるなんか内容の映画にできればなとも思いました。そういうセクシュアルヘルスケアの面に関しては、うん、なかなか子作りっていうか少子化対策まで考えてる会社はないですからね。そうですよね、本当に。セックスしなければ始まらないっていう。でも本当の、うん、確かにそうですよね。あの休暇をいくら上げても別に子供が増えるわけでもなく、はい、うん、で子供ができたからなんかお給金が上がってるっていうのもそれも結果論だし、まずは人と恋をして、はい、それからセックスをしないと子供は生まれないっていう、うんうん、そういうすごい考え方の会社に出会えてちょっと面白かったです、はい、うん、真剣にこう真面目に、そうですね、真面目に捉える、はい、っていうことですごい興味深いというか面白い映画ですよね、はい、本当にそういう風になってると、はい、なってるはずですので皆さんよろしくお願いします、はい、ペアンヌさんは実際この映画ご覧になりましたか？はい、はい、見させていただいて、私も普段男性向けのアダルトビデオを制作してるんですけど、はい、やっぱなんかそういうアダルト的な業界っていうのはどうしてもいかがわしいイメージとかあったりすると思うんですけど、やっぱ作ってる側はすごい真面目に日々男性がどういうものをエロいと思うのかとかいうのを研究しながらやっぱり真面目に作っていたりするので、そういう点で今回のこの映画はそういう女性向けのこういうグッズを作る会社もやっぱりそうやって女性のニーズをすごい考えて真面目に作っているんだなっていうのがすごい分かる映画でいいなと思いました。